浅井朝倉を滅ぼして包囲網を瓦解させたことで京の周辺は平穏を取り戻しつつあった。京一帯での地位を盤石なものとした信長は未だ勢力の及ばない西方への範囲拡大を狙う。信長は西国最大の脅威である毛利の打倒を念頭に、その足がかりとして丹波の制圧を目指す。丹波攻略を命じられた光秀は黒井城に向けて出陣準備を整えるのであった。光秀編第5章、片割れ月、丹波侵攻。行くぞ利光。最近の光秀様、ほんと怖いよな。俺、迂闊に近寄れねえよ。ああ、信長様ともども人が変わったみてえだ。噂じゃ、悪鬼に疲れてああなっちまったとか。無駄口を叩く暇があるようで何よりだ。そなたら、出立準備は整っていいような。利光様、はい、直ちに。申し訳ありません、殿。聞くに耐えぬ話を。ざれ言だ。気に留めるな。やっぱり変わったよ、光秀さん。これも全部、親父の冷酷さに当てられて。ダメだダメだ。あの日のことは忘れねえと。親父を信じるって。そう決めたじゃねえか。俺は三月、親父のために戦う忍び。よし、出るぞ。こたびの戦に我が神明を受け、丹波の若鬼が敵を残らず打ち果たす。無謀なる鬼は残らず退治せねば。手始めに砦を制し進路を開く。信長との誓いを果たすため、一瞬で丹波は必ず俺が制圧する。俺の刃から逃れられると思うな。開門。敵将切り伏せた。耐えきれん。引かせてもらう。光秀さんの強さ見習わないとな。俺の刃から逃れられると思うな。開門。口ほどにもだな。殿の相手にはならぬな。光秀さんの迫力に敵が気をされてる。来たな、明智よ。俺に切られる覚悟はいいか。やはりここを通るか。海兵よ、残らず追いかけよ。全て壊そう。待て、我らは赤井に巻き込まれたに過ぎぬ。これよりは織田と共に参りたく存ずる。戦場に我が手勢を潜ませておる。共に赤井を打ち払おうぞ。なあ光秀さん、俺刀のは信用できねえ。悪さしねえか、俺があいつを監視するよ。刀は信用ならないが、利用価値はある。三月、奴の動向に目を配れ。敗北条件変更。
俺を欺いたその時はその命で贖うことだ。行くぞ、南の敵を打ち倒さん。開門。援軍を呼び込む。中央の砦を制圧せよ。おい、アタノ、勝手に動いてどういうつもりだよ。何、我らが同胞に進軍の合図を送るのみよ。懸念があるならば共に来ればよ。あの砦、妙な気配だ。見えた。返してみろ。一瞬。俺の刃から逃れられると思う。見えた。殲滅せよ。制圧はなったか。目で壊そう。みんな、潜伏を解くのだ。これは…やっぱり裏切ったな。真に受けたお前が悪いのだ。愚かな明智を叩き潰すぞ。ってくそ、カズに物言わせやがって。ただいま。見えた。おっと、再会を喜ぶのは後だ。今は目の前の敵を倒そう。困りはしない。任せろ。戦争だ。無双の刃、全ては破壊のために。打ち死に。あやつ、我も欺きおって。刻まれろ。この策ならばうまくいくと申したではないか。打ち死に。アタノは捨て駒。奴に入れ知恵した者が他にいるのかもしれない。アタノめ、何をやっておるのだ。我らが行くしかあるまいな。開門。丹波の青鬼が参るか。厄介だ。光線を避け城を早急に制圧すれば上策か。青鬼とて獅子を折れば戦えまい。周囲の仲間から切り伏せる。丹波衆の恐ろしさ、身をもって知れ。打ち死に。暴れろ。どうだ。打ち死に。
刃から逃れられると思う。討ち死に黙れろ。なんと目覚ましきご活躍。討ち死に待つ。あばめるものか。打ち死に。急げ。この丹波の青鬼が相手となろう。同じ楽楽馬全力で挑め。おお、兵糧が到着したか。よし、もう一踏ん張りだ。返してみろ。見えた。破れるだと。打ち死に。ここまで攻め込まれてはもはやかなわぬ。我らは織田に降伏いたす。任せろ。はいよ。の邪魔はさせぬ。ここで散れ。これ以上敵を増やされてたまるか。ではここで倒す。刻まれろ。任せる。見えた。敵将やってやったぞ。聞かせていただこう。なんと見事な。返してみろ。俺の刃から逃れられると思うな。城内の敵を片付けろ。決してためらうな。明智め、何たる無慈悲な。あばめる者か。討ち死に。降伏すると申したはずだ。何故我らに刃を向ける。なんと目覚ましきご活躍。過言は残さず断ち切らねばならない。悲願で己が無力を恨め。開門。光秀さん、少しやりすぎじゃねえのか。何もここまでしなくても。光秀、お前、俺がいない間に一体何が。下った将すら切り捨てる。貴様の非情さ、不愉快極まりない。丹波の若鬼がその腐った性根ごと貴様をほふってやろうぞ。赤鬼ごとき天魔の行く道を阻ませはしない。敵衆か。我らの策を嗅ぎつけようとは。邪魔立てはさせぬぞ。貴様らを倒し策を実行するまでよ。総大将は撃たせるぞ。かかれ。撃ち死に。敵将切り伏せた。撃ち死に。どうだ。どれ。承知。なんと見事な。
俺の刃は誰にも阻めはしない。俺から逃げられると思ったか。フルはなんだか。任せろ。見えた。貴様の背後に発揮が見えろ。光秀さん、クソ、俺は何を信じれば。丹波の制圧はなった。俺はまだ止まれない。みんな、ただいま。俺、山中鹿之助が無事に帰ってきたぞ。鹿之助、まさか誠に生き延びていようとはな。言ったろ、必ず帰ってくるって。俺は約束を守る男だ。うん、よかった。本当によかったよ。おかえり、鹿之助。まったく、三月は相変わらずにぎやかだな。なあ、三月で。まあ、すまない。俺は外す。利光、鹿之助は案内してやる。三月。すまない、鹿之助。今の殿は多忙を極めしお方ゆえ。ああ、いいっていいって。こっちこそ忙しい中引き止めて悪かったな。光秀は着実に理想に近づいているみたいだ。俺ももっと頑張らないとな。お待ちしておりました光秀殿。ふふん、本日も相も変わらず清きお姿で。政治はいい。要件は何だ。これは失礼。では単刀直入に。光秀殿、どうか私と共に歩んではいただけまいか。私が作る理想の世、そなたにはその一員となっていただきたいのです。何かと思えば、謀反を考えているならばやめておけ。今の信長にあなたがかなうはずもない。それに俺の刃は信長のためにのみある。他の理想のため振るうつもりは毛頭ない。ご案じくださりありがとうございます。ですが心配ご無用です。なぜなら私には、あった、少しおしゃべりが過ぎましたが、では私はこれにて色よい返事をお待ちしておりまする。やつの余裕、何か匂うな。急ぎ信長に報告せねば。 Don't forget to subscribe!